じゃあまずフロントリラックスからいきましょうかね。で、握り込まない。そう。こうなっちゃうと、かっこ悪いですよね。なるほど。うん、そうそうそう。だから、ダンベルのサイドレイズするようなダンベルの持ち方。こう持たないじゃないですか。この重力を肘で感じるような位置。はい、この感じで握る。そうそうそう。ひし形を作るんです、ここで。このラインで。広いひし形を。で、足も、ひし形を作ってください。足幅は、拳1個分ぐらいがいいです。で、あんまりこれを締めすぎない。だから外転かけるんです。あ、そうです、そうです、そうそうそう。今、この、今内転がしっかりガンって出たんで、はい、この状態ですね。まあ、今日はもう足カット出ないんで、そこはなし、無視で。OK、ターンライト。この、これも、これ JDBF の流れですね。なるほど。こういって、はい、これ、ベストボディの選手って、どういうふうに指示されるかというと、このライン変えないんです。あ、水平にこう移動するんですね、このまま。で、ターンライト、そう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 、うん、これがこうですね。そう、このラインひし形作れてるんですね。そう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 、ちょっと見てください、鏡の。ここでこういうひし形を作ります。ここはもう1本3頭を見せたいからちょっと力入れます。グッと、そう、でもうちょっとこのライン、グッド、ターンライトバック。あ、いいですよ、そう、流れいいですよ。で、さっきのレッグカール思い出して、若干かかと浮かせます。そう、浮かせてハム、ケツ、カーフしっかり入れて、でここケツは出しておいていいんで、ここだけ入れて、そう。で、若干、こっちに。OK、ターンライト。そう。で、目線が、こっち。OK、フロントラックス。うん。開いて。あ、そうです、そうです。もうちょいかな。そう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 、この入りはいいです。はい、 OK、 フロントダブルバイセプス、うん、ナイス。 OK、 リラックス。このリラックス、多分その次サイドチェストになるんで、はい、リラックスで、サイドチェストって言ったらこの足をどうするかって、まあ軸が こっちですね、左かなって、うん、そしたらこのままこっちに、こっちにスッって流れて、自分こっちなんですよね。あ、そっちか、はい、こっちか。じゃあそのまま、このままこの足をこのスッと、この引いてきて取ってみましょう、うん、フロントダブルバイセプス、そう、肩落として、そう、サイドチェスト、そう、スッ、あ、いいですね、そう、そう、もう耐える、そう、ここのライン切り出して、そう、そう、ここ、もう一度フロントダブルバイセプスからいきましょう、はい、フロントダブルバイセプス、そう、ナイス、サイドチェスト、あ、いいですね。ここの面積広く取れていいですよ。バックダブルバイセプス。どっちからいきます？こうだから。はい。こうだから、このまま、こういっちゃいましょうか。こうって、この足をこっちに出して、そう。で、このまま。で、足引いて。で、ここで足も、こう、直線取るっていうよりは、さっき言ったあのドライブかけたいから、ちょっとこの外向けるんです。なるほど。で、そうすることで中殿が刺激されます。こうお尻ギュッと縛るんで、はい、で、自分でもう締めなくていいです。もうこの状態で、あとはお尻力入れずに下背にテンション入れて、テンション抜かないように、ここだけ、ここだけですね、テンションここです、ここ抜かない、グッ、
グハムハムハム、そう、もう一度リラックス、カーフ、ハム、はい、脊柱、下背、テンションをグッとかけて、はい、そこから抜かないように、うん、外旋、外旋、肩落として肩落として、力まない、力まない、力、力入れるのはもうここだけ。OK、リラックス。で、リラックスっていう時に、はぁっていうよりは、取ってるです。リラックスって言ったら、このバックラットスプレッド、バックのリラックスの状態で、はい、広げた状態で、OK、リラックス。そうです、そうです。これかっこいいじゃないですか。かっこいい。ね、この状態。めっちゃかっこいいですよ。で、ここでバックからの多分アブドミナルサイなんで、フロントアブドミナルサイってどっちかは。自分で回りやすい方で。はい。で、バキューム一回入れてみましょうか。バキューム苦手っすね。今回バキューム入れずに行きましょう。この状態で、はぁ、息吐いて、吐き切って、入れちゃう。だこれだけ、この、腹直筋が強いから、入れるの大変なんですよ。なるほど。そう、強くこの、出すぎちゃってるから、これ入れるの大変なんで。だってもうこの状態でこの腹筋で、アブサイやってもこの腹筋なので。確かにそう。もう一回アブサイ行きましょう。あの、バックから。バックから。OK、フロント、アブドミナルサイ。で、ふぅ。いいっすね。もうちょい膝が、そう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 。で、ここの方向筋をもうちょっと見せたいです。そうそうそう。そう、ここを見せる。そう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 。すげえ。これです、これ。これ。おお、出た出た。OK、リラックス。ちょっと水分取りますかね。きつい。こんな体見たことあります？多分ですね。さあ、もう一回アブサイ行きましょう。はい。足で出ますね、まだ。まだ余裕ありますね、足に。余裕はないです。はい。ほら、見てください。ここのちょうど隙間がひし形になってるんです。ああ、ほんとだ。うん、そうすると足のカット出しやすいし、クラシックっぽくなりますね。なるほど。かっこいい。フェイバリッツポーズいきましょう。うん。うん。いや、ちょっとミスった。これ最強すぎません？このポーズ。もうバヌーですね。そう、この位置めっちゃかっこいいです、はい。ちょっとこう入って、ここにテンション入る。そうそうそう。そう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 。これ、こうから、こう、ちょっと手首入れてあげると、めっちゃ出ますね。この、長頭がめっちゃ入るんで。すごい。そう。これ大事ですね。で、正面っていうよりは若干、おへそやっぱこっち向けて。かっこいい。はい。これがアーチャーポーズの完成です。はい。かっこいい。うん。これも80年代のボディービルダーの、もうフランクゼン、はい、あ、そうです、正解です。フランクゼン、フランクゼンです。今のこの位置で、あ、フランクゼンですね、これ。和製フランクゼンできます、ね、和製フランクゼン。フランクゼンも足のカット出さないんですけど、はい、基本やっぱ出した方がいいです。この状態で出した方が、出した状態で、いいっすね。ここから、この位置から、はい。ああ。うわ、むずい。こういうような動き入れてると、やっぱりこれで、これよりは、この位置で、ちょっとこう、こう回すような感じで、入ってあげると、すごい、躍動感が出ます。フルコシさんっぽい。はい。みんなっぽくなります。どうすか？そうです。ここから、簡単ですよ。ここから、こういって、わーっていって、グーです。なるほど。そう、そこから、ちょっとゆっくりめに、ふわっと入って、ガチンと入れちゃいます。おー。うん。で、今のターンが、コンパスになっちゃってるんで、この位置から、足を、ここに置いて、行くと、これをぐるんって回るとあんまり実はかっこよくないです。なるほど。
あ、そうですそうです、はいはいはい、早いですね見てなんとなく分かったです今。そう、あとは今のやつにこの自分が駒になったような気持ちで、はい、ここを軸にして、ここを軸にして行くと分かりやすいです。おなるほど、駒です。で、そう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 、あすごい、そうそうそう、分かりやすい、クラシックだ。自分が駒になるんです。